ラジオネームペケミニ。ファーストシングル燃えろいいお家が話題沸騰中のシシドジョーさんがテレビ東京やりすぎ都市伝説に出た際にこんなこと言ってました、はい、僕は女性を抱いた人数が世界の俳優の中で第3位なんだよ、うんうん、うるせんだよ熊襟ジジイが3位だからなんだっつんだよそんなもんなうちの死んだじいちゃんに言わせりゃな1位取れなきゃ2位も3位もみんなドベなんだよいいか補聴器つけてよく弾いてろよ俺はな生まれてからずっと女を抱いてない人数が世界1位だバカ野郎すげえだろたかだか俳優なんて狭っちい世界で3位にしかならねえ老いぼれキャンプファイヤーがよ世界第1位のこの俺様を差し置いてでけえ面しやがるとな金玉引っこ抜いてほっぺに詰め込んで備長炭になるまでこんがり焼いてますこの野郎天国のじいちゃん聞いてるか俺今でも1位のまんまだよでもそろそろ正直辛いですマジで辛いですもう何でもいいんで若くして死んだヤリマンの幽霊を今夜俺のところによこしてもらえませんでしょうか下界の女は俺を相手にしてくれないんですこのまんまじゃ死んでも死にきれねえよじいちゃん頼んだそうかそれでそんな強がり言ってたんだな、うん、かっこいいんだシシドジョーさん俺もあったけどあーそうですかすげーかっこいいんだよ未だに女ナンパするっていう、未だにですか未だにするよすごいですね、俺はすごいからねすごいですラジオネームペケミニファーストシングル燃えろいいお家が話題沸騰中のシシドジョーさんがテレビ東京やりすぎ都市伝説に出た際にこんなこと言ってました、はい僕は女性を抱いた人数が世界の俳優の中で第3位なんだよ、うんうるせんだよ熊襟ジジイが3位だからなんだっつんだよそんなもんなうちの死んだじいちゃんに言わせりゃな1位取れなきゃ2位も3位もみんなドベなんだよいいか補聴器つけてよく弾いてろよ俺はな生まれてからずっと女を抱いてない人数が世界1位だバカ野郎すげえだろたかだか俳優なんて狭っちい世界で3位にしかならねえ老いぼれキャンプファイヤーがよ世界